おはようございます。2021年11月1日月曜日、今日から11月です。朝6時10分、もう日の出がだいぶ遅いです。天気の方はもうこの冬の感じ、水平線は曇りの上は晴れみたいな、そんな天気になっております。気温の方は12度、風の方は窓開けたくないです。ちょっと草がそよそよしてるぐらいです。で、波なんですけど、今日ね、後半から上がってくる予報で、多分もう反応してますね、これね。こんだけ、まあちょっとまだ遠目で見て、腰腹ぐらいセットではありそうです。で、多分明日もこんな感じか、いや明日ちょっとサイズ上がりそうなんですけど、今週水曜木曜日の朝ぐらいまではやれそうですね。っていう感じです。ただまあ昼じゃねえや、潮回りがこれで中潮ぐらいかな今に入ってくるんで今日が干潮が8時45分、明日が9時半なので、朝の満潮3時台から下げ込みの朝ですね。まあ下げ込みの朝になるで、あ、下げ込み上げ、ん？うん、下げか。下げの朝なんで、まあこの干潮から上げ込みの午前中が やれるかなぐらいだと思います。ただ今これで下げなんで、比較的まあ地形があるところはあるんで、まあそれなりにやれるんじゃないかなとは思います。今日はね、漁船がね近いですね。まあそんな感じで朝の波状況の方終わろうかなと思います。ちょっともう冬になってきたんで、ちょっと更新の方を不定期というか、もう完全に波がないと思われる日はもうやめますというわけで、いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。この辺とか意外とやれそうっすね。
今朝も音羽田修賀がお伝えしました。それではまた。